海上自衛隊の精鋭潜水艦がなんと米海軍潜水艦大司令官を同乗しているとのことだよ。精鋭潜水艦は2018年3月12日に就役し、横須賀に配備されているぜ。小遊潜水艦が就役し暮れに配備されたばかりだということは記憶に新しいよな。来年には大遊潜水艦が就役し配備される予定だし、今年には総遊型潜水艦12番艦の進水式が行われると思われるね。新たな技術が搭載されているのかまだ不明な部分が多いのも事実だね。さて今回は、総遊型潜水艦に、米海軍の潜水艦司令官が同乗したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。大遊潜水艦からリチウム電池搭載へと変更された総遊型潜水艦だけど、最高防衛機密であるということは言うまでもないよね。同盟国の米海軍潜水艦司令官キッツ少将が乗り込んで、精鋭潜水艦の完熟訓練を行ったみたい。日米同盟が強固となる現在、海底での任務も大きな役割があるのは言うまでもないし、最近では異例の日米共同捜索が行われているよね。F-35A ステルス戦闘機を探していることについてだな。未だパイロットは不明だけど、機体の視察の状況を説明していくよ。前述した通り、2018年3月12日就役、精鋭潜水艦は完熟訓練を行っているんだ。その訓練に視察に来たのが、米海軍潜水艦大司令官で、日本の最高機密に乗り込んでいったってわけ。精鋭潜水艦は三菱重工神戸造船所で建造されていて、ちなみに、三菱重工神戸造船所は神戸港内にある三菱重工業の造船所のことだね。1905年に創業した三菱重工神戸造船所は、三菱重工の機関造船所の一つで、コンテナ船潜水艦深海潜水調査船などの高付加価値船の建造を得意としていて、本工場二見工場三菱神戸病院からなっているんだ。戦後の過度の経済力集中排除法による旧三菱重工業の分割で誕生した新三菱重工業は、ここを本社としていて、1964年に神戸造船所から大型原動機部門が独立、三菱重工業高砂製作所となったってわけ。造船所には珍しく、施設内に史跡があるのも特徴で、和田岬砲台は神戸市両国にある砲台跡なんだ。国指定の史跡で、和田岬の先端近く、三菱重工業敷地内に残っているよ。1973年にはデミング賞事業所表彰を受賞し、日本でも屈指の潜水艦造船所と言えるな。さて、総遊型潜水艦9番艦となる、精鋭型は、その名前に負けない潜水艦となることだろうね。ちなみに完熟訓練はいろんなところを公開、先行しながら訓練していくんだ。最重要機密となるためどこで訓練中かはわからないけど、司令官キッツ少将が同乗し、訓練の様子を視察し日米での役割を確認したみたい。10月19日、精鋭潜水艦乗務員に敬礼をされながら精鋭潜水艦に乗り込んでいき、精鋭潜水艦の説明が終わった後、キッツ少将は以下のように語っていたよ。我々は海上自衛隊潜水艦隊と緊密な連携をとっており、最新鋭の潜水艦に同乗してその訓練を視察することは非常に重要な意味を持っています。先日の潜水艦大遊の進水式にも同席し、その興奮を分かち合えたりと、海上自衛隊と我が潜水艦部隊との友好関係が日々強まっていると感じます。これに対して、精鋭潜水艦平間艦長はこう答えたんだ。キッツ少将を精鋭にお迎えできて非常に光栄です。同乗視察期間中、私たちの能力をお見せし、日米間の相互理解運用能力向上に寄与できることを楽しみにしています。喜びがひしひしと伝わってくる内容だね。海自が他国の軍人を潜水艦に同乗させることは稀であり、それも最新鋭の潜水艦に乗せるその意味の大きさが見えてくるよな。最近の包囲網的な訓練に、どんな意味が隠されているのか察知できそうだよね。中国の原子力潜水艦もどれほどの性能かまだ見えてはいないようだけど、それほど恐れるものではないのかも。海底では日本とアメリカがかなり優位に立っていることは間違いないし、日本も着々と軍事力をつけてきて、アメリカの軍事力に頼っていると言っても、こういった潜水艦などの技術は日本が抜きんでていると思うよ。今後も日本の技術力が、世界で評価されることを見守っていきたいね。次に、スターリングエンジンを搭載した最後の総遊型潜水艦を紹介していくよ。2017年11月6日の進水式から早月日が経ち、2019年3月18日引き渡し式が行われ、小遊潜水艦はここから始まることになったんだ。小遊潜水艦は高い耐水圧性能が施されている、超高張力鋼が使われていて、今までのステルス性よりも性能はアップした潜水艦となっているよ。ソナーやシステムの向上はもちろんだけど、X カジは以前よりも優れた運動性能となっているね。
通常動力型潜水艦ではトップを走っているのではと思われるんだけど、スターリング機関はこの10番艦で廃止となっているんだ。でも、スターリングエンジン搭載艦としては最強となりそうなんだ。とはいえ、いろいろな意味でも、スターリング機関はこの潜水艦で終了となるとされているんだよね。スターリングエンジンが終了となると潜水艦の役割も変わってくるのかな。潜んで忍者のように音を立てずに見張ることから極秘任務が変わってくるかもね。実際、11番艦欧竜からはリチウム電池へとバッテリーが変わっているんだ。リチウム電池への変更は、かなり技術が上がったことを意味しているよな。そうだね。結局、ディーゼル、スターリングエンジンはこれが最後となってしまっているんだ。時代とともに技術は向上してくるから、スターリングエンジンよりもバッテリーの方が性能や技術が向上するのが早かったことになるな。確かにスマホを見ても、バッテリーの進化はすごいと感じるし、充電時間は短く使用時間は長くなっているもんね。こうしたバッテリー技術の向上が早かったことが一番の起点とも言えそう。さらに、今後を考えると、リチウム電池の性能はさらに上がってくると思われるよ。ちなみに、リチウム電池は、負極に金属リチウムを使用した化学電池のことで、二酸化マンガンリチウム電池は、正極に二酸化マンガン、負極に金属リチウム、電解液には有機溶媒にリチウム使用溶解させたものを用いているぜ。このリチウム電池のサイズは 20mm とも言われており、このサイズで動力を発せられるとなると、かなり小さいサイズでパワーが強大ということがわかるよな。今後はもっと小さくて高出力なバッテリーへと変化してくるだろうし、安全性も向上して潜水艦に搭載可能なバッテリーに仕上がっていくと思われるよ。とはいえ、バッテリーを超える機関が出てくればまた変わってくる可能性も否めないがな。まあ今のところ、リチウム電池は静かで大容量で使用時間も長くなっているとのことだし、充電時間も今までと同じか、それより短くなっていると予想され、性能アップは間違いないと思うよ。でもスターリングエンジンも良い機関だったみたいだぜ。元自衛隊員がスターリングエンジンを褒めていた話もあったからな。そんなにいい機関だったんだね。まあ、それも今となっては時代遅れになるのかもしれないけどな。最終型となるとこのバランスはどう取られているか見てみたいものだね。エンジンでも性能アップは常に考えていることで、やはり AIP としては通常動力型潜水艦ではトップクラスになるんじゃないかな。そういう型潜水艦が続く通常動力型潜水艦で採用している AIP だけど、この10番艦で一旦スターリング機関とディーゼルエンジンの組み合わせは終了しているよ。豪州に潜水艦売り込みの時はこのスターリングエンジンと鉛電池の組み合わせだったんだけど、欧州以降はリチウム電池となり、機動力が違うし音も立てずにひっそりと先行できるようになったんだ。オーストラリアでも議論となっていて、日本案を採用すべきとの声が増えているのも事実なんだ。だけど潜水艦の情報は極秘でなければいけないし、売ってしまったら、どこから情報が漏れるかわからないことも考えると、重大な極秘事項でなければならないのも確かだね。もしかしたら、売れない方がいいのかもしれないね。売ってから情報が漏れるのも危険だし、情報流出には気を配らなければ、すぐに同じ潜水艦ができてしまうもんね。0から1を作るのが苦手な日本だけど、1を作ってしまえば模倣は得意だし、これを機に外国各国が真似できないようなアレンジを加えて、日本独自の味を出してほしいものだね。大国は原子力潜水艦を多く建造しているし、通常動力型潜水艦はドイツか日本かに絞られるよ。とはいえ、豪州も通常動力型潜水艦を導入したいとの意向があるようだぜ。だがやはり建造コストの問題もあるからな。台湾でも自国建造を目指して設計段階が完了しているし、あとは建造に着手するだけだと思われているよ。今後各国で潜水艦が建造されているのにも注目だけど、やっぱり自国民としては日本が一番と考えたいよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。